ああ、この歌声は窓かひろしさんです。平柳がちょっと無様な踊りを見せた後にジャック・エヴァンス、見事にこの花道で踊りを上げました。まあ、アメリカ人からしますと馴染みのないリズムかもしれませんが、このマドカさんの歌に乗って踊って入場、ジャック・エヴァンス、アイロスター、そして平柳玄馬です。マスクマンは初来日のアイロスター、そして2度目の参戦、この身のこなしのジャック・エヴァンスです。まどかひろしさんの曲に乗りまして、青コーナーサイド3人が入場です。対する赤コーナーも外国人揃いです。こちらは3人外国人、いずれも日テレジータス杯争奪ジュニアタックリーグ戦に出場しています、エディ・エドワーズ、デリリアス、そしてザック・セイバージュニアの3人です。リング上では軽やかなステップを見せるジャック・エヴァンスとアイロスター、そしていつものようにふてぶてしく周りを睨みつける平柳玄馬。赤コーナーサイド3人が出てきました。首からタオルはエディ・エドワーズです。その後ろ、赤いジャージがザック・セイバージュニア、そして一番後ろから怪人レスラーのデリリアスです。エドワーズとデリリアスは組んでニッテル杯に出場、ここまで1勝1敗。ザック・セイバージュニアは当初組むはずだった石森の負傷によりまして滝沢大志と参戦していますが、こちらも1勝1敗。エディ・エドワーズ、ザック・セイバージュニア、そしてデリアス、6人が揃いました。うち5人は外国人レスラーです。外国人レスラーの中に平柳が混ざります。あーっと、紙テープを食べていますデリリアス。前回のノア参戦の際にも、まあ、奇妙な行動が目立ちましたが、まあ、今ちょっとザック・セイバージュニアがそのテープを切ろうとしていますが、本人全く意に返す様子がありません。星が目立つのはアエロスター、まさにその名の通りの星コスチュームアエロスターです。その後ろ、ジャック・エヴァンス、ジャック・エヴァンス、アエロスターはトリプルエアから参戦しています。青コーナーサイドは無重力殺法とも言われるその空中ファイトがあります、アイロスター。赤コーナーはまだ紙テープを食べているデリリアス。果たしてこの2人が噛み合うんでしょうか。あっと、ゴングと同時に何か弾かれたように動きを始めたデリリアス。大阪のファンにはどう映るでしょうか。何もしません、タッチを交わしました。さあ、ザック・セイバージュニアを前にアイロスターが無重力殺法とも言われますが、その軽い身のこなしをまずは見せつけます。メキシコシティ出身の26歳、シルバーとブルーがアイロスターです。トリプルエアから参戦。今青コーナーサイドで見ているジャック・エヴァンスと組んでこの日テレジータス杯に出場しています。最高のザック・セイバージュニアは首投げに行く、それを返していこうというところ、足を取ったザック・セイバージュニア、あーっとひねっていきます。上から攻めているザック・セイバージュニアはイギリス出身です。ユニオンジャックがタイツにあしらわれています。イギリス対メキシコ、持ち上げたワンドロー。イギリス、このまずはザック・セイバージュニアがランカスタースタイルを継承しているでしょうか。ジャック、まずは攻めていきます。一方、なんといってもアイロスターはルチャリブレ。あーと、ここでヘッドスターソイップしていった、バックを取りましたが足を取ったが、それを捕まえて落としていきました。そして肩がついている、カウンター2、トリッキーな形で抑えていったのはザック・セイバージュニアです。ユニオンジャック、イギリス出身、エディ・エドワーズとタッチが交わされました。先ほど奇妙な動きをして何もせずにタッチをしたデリリアスと組んでいるのがエディ・エドワーズ、一方アイロスターと組んでいるのはこのジャック・エヴァンスです。腕を取った、共にアメリカ人ですが ROH の代表と規定してきているのがエディ・エドワーズ、ノアでもおなじみ。一方、この空中技を見せているのはジャック・エヴァンス、トリプルエアの代表として来ています。あーっと、ラリアット反って、しかも飛びました。前回来日の際にもその身軽な身のこなし、ノアファンの度肝を抜きましたが、
今回も動きが切れています。ジャック・エヴァンス、そしてそれにしっかりついていっているエディ・エドワーズ。さあ平柳が出てきました。何かこのマットを楽しむような顔をしていました、デリディアス。何を言っているのかよく分かりません。黙らせに行きましたが黙りません、デリディアス。あーっとヒゲをつかんだ、ヒゲをつかんだ、そして引っ張った、大事なヒゲを引っ張りました。ロープに振って止まったデリディアス。あーっとまだやるかというところでしたが、試合の権利が移っていることに気づいていないが平柳、平柳が気づいていない、飛んできた、タッチをかわしています。エディ・エドワーズが試合の権利を持っています。その場で飛んでいった、なんという跳躍力でしょうか。そしてアイロスターが来た、アイロスターがコーナートップから後ろに飛んできました。ならばと赤コーナーサイドのザック・セイバージュニアが、おっと待てと逃げた、平柳横から来た、トペツイシーナ横から行きました。さあジャック・エヴァンスも狙っている、青コーナーサイドのジャック・エヴァンスが、あっとデリディアスが足を掴んだ、飛ばせません。そしてデリディアスがニュートラルコーナーに登って前に飛んでいった、デリディアスも飛びました、デリディアスも飛んだ。お客さんの帽子を掴んでいるデリアスター、ここで側転して飛んできた、とんでもない空中殺法の連続になりました。最後はジャック・エヴァンス、なお平柳だけは飛んでいません。ものすごい空中殺法が展開されました。レッグラリアットを見せたザック・セイバージュニア、しかしそこにジャック・エヴァンスキックで飛んでくる。あっとバックを取ったデリディアス、そのまま後ろに投げる、しかし平柳が投げていった、エディ・エドワーズが飛んでくる。最後にマットに立っていたのはエディ・エドワーズ、しかし現場がして迎撃、横からデリディアス、あっとヘッドバットで迎撃しました。ザック・セイバージュニア、レッグラリアット、デリディアスのラリアット、そしてデリディアスと組んでいるエディ・エドワーズ、トラスキック、バックに回って前に落とした。さらにデリディアスが踏みついて前に落とす、ザック・セイバージュニア膝落とす、エディ・エドワーズ背中にフットスタンプ、まだ来るデリディアス、試合の権利はエディ・エドワーズ、カウンター2です。ああ先ほどは入場曲が使われました。窓川博さんも試合に拍手を送っています。先ほど入った情報ですと、何でもさっきの曲8月に発売だそうです。さあ左が、ああ唾を吐いた、この辺りはラフファイトで流れを変えていきますが、ラリアット、エディ・エドワーズのラリアット、そしてパワーボム抑え込んでいく、取るか、カウンター2です。終わりと叫んだエディ・エドワーズ、足を捉えて大ハード決まりました。試合を決めたのはエディ・エドワーズ、6分21秒、片柳茜、あー、まどかさんもこの拍手です。エディ・エドワーズ、セリフィアス、ラルセイバージュニアリンの勝ち。最前列からまどかひろしさんも試合を見つめています。今日は各選手が飛んで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 試合になりました。平柳、現場以外の5人は全員飛びました。そして飛ばなかった平柳がマットに大土地になりました。マドカさんに見せつける第2試合と言ってもいいかもしれません。最後はエディ・エドワーズがダイハードからの片指固めで3カウントを奪っています。この平柳現場だけが日テレジータ祭には出場していません。あ、リング上悔しそうな赤ジャック・エヴァンスにシルバーとブルーのアエロスター、この2人も組んで日テレ杯出場中、現在1勝1敗です。
エディ・エドワーズとデリリアスもここまでは1勝1敗、ザック・セイバージュニアも滝沢と1勝1敗、 A ブロック、 B ブロックともに大混戦の日テレジータ杯、今日もこの後大阪で公式戦が予定されています。大阪ならではの曲とまどかさんの選曲をしまして出てきました平柳現場ですが、試合には敗れました。しかしまどかさんも温かい拍手をマット上に送っています。